はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。今日は、店頭やイベントにて大変よく聞かれる質問、護身用具、こういった警棒やスタンガン、あと催涙スプレーなどですね、それらを持ってて、職質で捕まったらどうなんの、持ってて、街で持ってていいのっていう質問に対しての、僕なりの、試験も捉えた回答的な動画になります。まず純粋に白か黒かって考えると、おまわりさんに、職務質問で、バッグ見せてと言われて中から警棒やスタンガンが出てきたとしましょう。その時に、これは何で君は持ってるんですかって言われた時に、はい、護身用具です、身を守るために持ってます、はい、そうですか、それじゃあいいですよとはなりません。なんでだいっていう話に当然なると思います。その時に経緯を説明して、こういう怖い思いをしたことがある、または、ね、女性なんかが夜中歩いていて人通りが少ない道で以前、ね、なんだろう、後ろからちょっと追っかけられたり乱暴されかけたことがあるっていう場合に持っているとか、そういった説明をして、それであとはおまわりさんの判断になります。うん、そうで、職務質問職務質問って言って、すごくまあね、我々にとっては非常に商売しづらい環境なんではありますが、まあ本来職務質問というのはおまわりさん何でやってるかって言いますと、まずは起きてしまった事件に対してなるべく早い犯人の検挙、そして防犯の強化で、もう一つが皆さんがそういった町での生活、いろんな生活ある中でその治安を少しでも事件が起こるのであれば、まあ、起きてたりしますけども、それを未然に防ぐ、その2つの目的でお前さんは職務質問をやっていると、うん、いやいやちょっと待ってくれっていう話はちょっと置いといてください。あとなんだっけな、警察の知識が高い方に聞いたお話ということでの説明をさせていただけると、警察じゃないですよ、職務質問をした対象となる人から武器を取り上げた、武器じゃないか、危険物を取り上げた、ナイフとかね、こういった護身用具取り上げたり、その犯人じゃないその対象者を警察に連行して検挙にはならないのかな、書類書かせたり、要は連行することで、その職務質問を行った担当のおまわりさん一人一人に対する報酬っていうのはあるのか、何にもないそうです。まあ警察ではない、警察の知識が高い方に聞いたお話ではありますけど、で話はちょっと変わりますけど、私恥ずかしながら小学校低学年の頃ですかね、近所の駐車場で中学生相手にカツアゲに会ったことがあります。駐車場の奥連れてかれてってやつですね。それでまあその時にまあ確か二人組だったと思うんですけども、結構殴られたんです、もう拳で、ですげえやけに痛いなと思っててそういう記憶はあるんですけども、まあそのね、かなり、ボコボコに殴られましたけども、その時に後々分かった話、その中学生というのは拳にメリケンバックルっていう、メリケンナックルか、というちょっとここに金属がある
そういった道具、それを使ってちょっと僕を殴ってたみたいで、でそのメリケンナックルっていうのを販売してたっていうのは、これまた恥ずかしい話、地元で商売を営む私の父親でございました。その父親が売ったメリケンナックルによってカツアゲをされて暴力をされたものとして、まあ、その話はもうちょっといいんですけども、まあ、すなわちこう警棒や護身用具っていうのは買ってもいいんですけど、護身用具として持ってるっていうだけが正当な理由にはならないっていうことがまず1点言いたかったんです。そして、例えばそうだな、こちらにちょっとこういった段ボール箱を用意しました。これちょっと素手でパンチでちょっとやってみますね。うん、ならない。まあ結構思いっきりやったけど、せいぜいこの程度。ところが、では今度こちら警棒、三段警棒、こちらを使ってやってみましょう。一発ですよ。わかりますか？こんな感じ。うん、というように、警棒を家で持ってたいっていう皆さん、外で本当にこう危ない目にあったから持ってたいっていう皆さん、このように本来の素で警棒がなかった場合には出せない力をこのように出せるわけです。見るも無残な感じになるわけです。うん、これだけ威力があるものを持つわけです。もう一つやっぱり皆さんにちょっと声聞いていく中でちょっと分かってほしいなっていうのは、職務質問っていうのは先ほども言ったようにおまわりさんとしては町の治安、うん、安全のためにやっているという一つのゴールがあるわけです。で、町で物騒だから持ち歩きたいよっていう皆さん、こちらはまあ自己責任の話ではありますけども、持ち歩くのであれば、やはりこう、まあ、ここまで私が言う話では全然ないのですけども、職務質問に合わないでください。それはちょっと違うかな。うん、いろんな方の話を聞いてますと、この警棒一本で自分や家族など大事な人の命が守れるのであれば、おまわりさんの職務質問や取り調べなんて別に天秤にかけた時に比重じゃないからもう持つ。うん、でもちろん持ち歩くことで法律に対して完全なるアウトっていうわけではない。うん、で最終的にはもう法廷で裁判で決まる話だと。もしこれ持ってるっていうことで本当に裁かれるのであれば、うん、まあその前に没収されたりなんだりするんでしょうけど、うん、まあ、もしそれなりにこうね長引いてしまった時ね、うん、だったら裁判長が最後は決める話で、自分はこういう経験をしたから身を守りたいがゆえに持っているという理由、その正当性を認めてもらうかもらえないかっていうのはまたおまわりさんから始まって、最終的には裁判長しかないと、裁判所でしかないと。で ここまで私が言うのもなんですが、職務質問というのも、皆さんが街中で、ね、催涙スプレーや護身用具、警棒なんかを持ち歩くのも同じ理由で安全のためだと思うんですね。うん、おまわりさんの職務質問もそうだし、皆さんが身を守るため、大事な人を守るためっていうのも、どちらにしてもね、うん、安全というゴールにつながる話で、先ほど警棒で叩いた段ボールのようにこうやって威力があるものです。
素手ではない、これを持っていることによる、非常にこう威力のあるもの、それを所有するまたは持ち歩くこと、持ち歩くことは言っちゃいけないのかな、所有することにおいて、やっぱりそういった一つの力なので、職務質問にあってちょっとカバンの中いいですかってお巡りさんに言われた途端に突っかかるとか、まあ、お巡りさんも言葉尻掴んで、中に聞いてると、ね、焚きつけるような言い方をしてくる場合もあるみたいですけども、でもやっぱりこうこういった威力のある力を持つということは、まずこういった道具以外でも言葉もそうなので、そのおまわりさんに対して、ね、職務質問のおまわりさんに対して突っかかる力があるのであれば、その力はやっぱりもっと自分や家族や周りの大事な人を守るために使っていただいた方がいいんじゃないかなと私は思いますし、僕もそう、ね、決してこう昔そのね親父が売ったメリケンナックルでボコボコにされた幼い自分のためではないですし、またね、バタフライナイフでの事件が起きた時なんかも、毎日楽しそうにこう回し方教えてくれよって言って、ね、近所の子供たちが来てたところを、ごめん、もう今日から教えられないんだ、ごめんなって言って帰ってきちゃったあの子供たちとか、そういった自分より、弱い人間、弱いもの、そして本当に必要とする場面、人に対して正しく使える力として所有してほしいなと。その結果、ニュースでね、こういった、護身用具やナイフなんかでの事件をニュースで見ることがどんどん減っていって、みんな楽しくこういった、まあ、本来こういうのも持つ必要もないんですけども、中にはコスプレとかで楽しんで振り、ね、部屋の中で振り回してる人とかいるみたいですし、ナイフなんかもね、イベントとかでナイフの販売は禁止ですなんていう、なんかもうそういう扱いになっちゃってると、我々も、我々言っちゃうと商売の話になっちゃう、皆さん愛好されてる皆さんもとってもこうナイフの、楽しめるところの遊び場を奪われてしまうことにもつながるし、また僕らがこうやって正しく使っている様をもっと、世の中にアピールしていけば、またとテレビの人質深夜ニュース事件とまでは行くにはとっても時間や力の必要な話ではあると思いますが、まあ、少しでもそっちの明るい世界につながっていけるように、力は必要とする人のために正しく使いましょうと。所有したり愛好されている皆さん一人一人の行いが社会の安全につながっていく、その辺を歩いている子どもたちの未来につながっていくと思えば、ね、そんなおまわりさんに突っかかるよりももっと、ね、協力してとっとと職務質問自体をもっと、おまわりさんもねやらないで済むような、より起きている事件や本当に起きてしまいそうな事件の方に人員を割けるように我々も協力していけたらいいんじゃないかなと、そう思ったわけです。最後まで見ていただいてありがとうございました。